寺田屋ではでけえ魚を逃がしたもんだな、あんた。見回り組の邪魔が入ったな。連中は勝林太郎に動かされていたらしい。それで結局坂本龍馬の正体は分からずじまいか。なあ、あいつは何をしにまた京に舞い戻ってきたと思う。さあな、あんたは知っているのか。ああ、そいつを教えるためにあんたをここへ呼んだんだ。それにいよいよ時間がなくなってきたことも承知しといてもらいてえと思ってよ。時間？何のだ。この日本って国が自滅するまでの時間だよ。何？坂本龍馬はな、国中を巻き込んだ倒幕戦争の引き金を引きにこの京に来てるんだよ。坂本龍馬は今までずっと倒幕戦争を引き起こすために動いてきた。その下準備が整ったらしい。どういうことだ。何かあったのか。薩摩の西郷と長州の桂が手を結んだ。バラバラだった勤王の二大勢力が倒幕に向けて秘密同盟を組んだんだ。つまり薩長同盟だよ。薩長同盟。そいつを仲立ちしたのも坂本龍馬って男らしい。だがこの場合の坂本龍馬は例のあいつじゃねえ、お前さんだ。何？まあもっともその時お前さんはシラフじゃなかったかな。まさかあの夜の話か。まったくよ、薩長のいがみ合いが一晩の酒で水に流れちまうとは思わなかったよ。だがな、そのバカバカしい話がこの国の内戦に火をつけちまおうとしている。そのきっかけを作ったのがお前さんだ。そこへ来てもう一人の坂本龍馬が火のついた薩長に油を注いでやがる。どうやって。やつはもう正真正銘の武器商人だ。これまで以上に英国の武器を大量に薩長へ流している。桂と西郷も倒幕戦の軍備に本腰入れ始めた。もういつドンパチ始まってもおかしくねえ。関ヶ原以来の血が流れるぜ。倒幕戦争か。坂本龍馬は武器を売って大儲けするだろう。日本人の血と引き換えにな。そして開戦前夜のこの国をよだれ垂らして見てんのが西洋列強だ。となればこの俺もそろそろ動くしかねえやな。あんたまさか例の計画をやる気か。日本中が焼ける前に今日の朝廷を滅ぼして戦を止める。この国を列強の侵略から救うためだ。本気で言っているのか。町の人間が何人焼け死ぬ。侍だけじゃねえ、女も子供もだ。それを焼き殺してどの口が国を救うためだと言える。何度も言わせるな。倒幕戦争が起きればもっと多くの人間が死んだ挙句異国に侵略される。そもそもお前さんが薩長の中を取り持ったせいだぜ。おまけに寺田屋じゃ例の坂本龍馬を取り逃がした。もう勢いづいた薩長を止めることはできねえ。なら薩長じゃなく幕府を止めるってのは。幕府を止める。ああ、幕府か。仮にだが薩長に白旗をあげれば戦争にはならないはずだ。幕府に白旗をあげさせるだ。
300年この国を支配してきた幕府にか。いや待てよ、おい、確かにその手はあるかもしれねえな。薩長が戦争を引き起こす力を手に入れた今だからこそ、徳川が聞く耳を持つってこともあるか。例えばそうだな、幕府の持つ政権を徳川将軍から帝に変えさせる。幕府の政権を帝に、うん、大政奉還とでも言うのかな。幕府がこの国の政権を手放せば、もう薩長が幕府相手に戦争を起こす理由はなくなる。ここは一つ将軍に直談判でもして白旗上げさせてみるか。できるのか、そんなことが。できるわけねえ、普通はな。だが。だが、なんだ。斎藤をはじめ、いや、坂本龍馬さんよ、あんただったらできるかもしれねえ。俺か。これまで俺なりにあんたという人間を見てきたが、あんた以上に腕が立つ男はいねえ。それにあんたにはあの沖田みてえな男まで動かしちまう魅力もある。何を言ってるんだ。いや、これは本心だ。今もし江戸城にいる将軍様に忍びで会い、しかも心を動かすことができる男がいるとしたら、あんたしかいねえ。なあ龍馬さんよ、ここは一つ日本のために死ぬ覚悟で江戸に行ってきちゃもらえねえか。俺が江戸に。江戸城には夜にでも何とか忍び込むんだ。もちろん見つかりゃ殺される。生きて帰るのは不可能に近い。だが将軍に大政奉還を直訴するとなると、もうそれしかねえ。将軍の寝床に忍び込むってことか。言い出しっぺはお前さんだぜ。それにもしこの大政奉還を徳川が飲めば、もう一人の坂本龍馬も必ず何か反応を見せる。どういうことだ。向こうは薩長を派手に引き込んで戦争の準備をさせてるんだ。だが戦争ってのは準備だけでも相当の金がかかる。その邪魔をされたとなりゃ、例の坂本龍馬は黙っちゃいねえ。必ず何か動きを見せるはずだ。まあ無理にとは言わねえよ。そん時は計画通りに俺が今日を焼くだけだ。ただし、あんたがもう一人の坂本龍馬を捕らえる機会はなくなるぜ。俺は前にも江戸に行ったが、城には登ったことがねえ。ちょうど一度中に入ってみてえと思ってた。いいんだな。生きて帰ってくるだけでも奇跡なんだぜ。ああ、覚悟の上で言っている。上出来だ。だがまず新選組の幹部が一人で京を出たとなれば人目を引く。江戸へ行くなら一晩待って夜明け前に立て。今日のところはいつも通り屯所に顔を出しておくんだな。屯所か。そうだな、ちょうど話を聞きたい相手もいる。監察の山崎進に例の坂本龍馬の息がかかっているらしい。なるほど。だがそいつは一足遅かったぜ。何がだ。山崎は昨夜屯所にある土蔵の中で殺されてた。何だと。お前さんが山崎の正体を知ったことで口を塞がれたってことか。もう一人の坂本龍馬の手の者にな。
まずい。なんだこれは。ふぅ。はぁ。食ったなあ。ふぅ。ちゃうねんって。斉藤か。聞いたかよ、監察の山崎進の件。ああ、豚書の中で仲間がやられるなんざだらしねえ。クソが、また新選組が舐められるぜ。土蔵でやられたんだったな、山崎は。そうだ、平助が現場を見分している。あんたも言って山崎に手くらい合わせてやんだな。やってやんねえ。斉藤、酔うてんのか。ほどほどにしとけ。
まずい。今の死体が山崎です。背中から心臓一突きでしたよ。昨日の夜中、気配を殺して山崎の背後に忍び寄ってってとこですか。平大使の仕業じゃないな。山崎ほどの男の背後を取れるやつ、もしくは山崎が気を許せる誰か。それじゃあ犯人はタイの幹部の誰かってことか。ええ、まあ。そういや、ゆうべ斎藤さんは何してました？寺田屋に泊まっていた。そうか。それじゃ斎藤さんは犯人じゃないのかな。組の幹部が容疑者ならお前が犯人ってことも考えられるな。ああ、なるほど。そういや、そうですね。気がつきませんでしたよ。斉藤君、少し話せるか？なんだ？君に聞くのもなんだが、近藤さんはどうしている？何？とぼけなくてもいい。君が近藤さんと会っていることは分かっている。会って何を話しているんだ？局長に直接聞いてくれ。最近のあの人は秘密が多いようでね。例えば君は、薩長が秘密同盟を組んだって噂を知っているか？さあな、俺には関係ねえ話だ。だが、近藤さんは知っているはずだ。そして、それを黙って見ている人じゃない。あの人は私と違って、国士だからな。国士？天下国家のために自分が何をできるかいつも考えている人間だよ。その近藤さんにとって、薩長同盟なんてのは潰す以外に選択肢のねえ知るものだ。なのになぜ何も動き出さないのかと思ってな。この先近藤さんから何か聞かされたら私に報告してくれるか？俺は人と話したことを別のやつに漏らすような真似はしない。あんたと話したことを近藤に言うこともないってことだ。局長のことを知りたきゃ直接話すんだな。
起きた。なんや、局長とおもろいことしようとしてるらしいの、はじめちゃん。何？とぼけんなよ。水臭いで。おもろいこと独り占めしようったって、そうはいかんわ。わしも一緒に行くで、江戸城。二人で将軍様に殴り込みと行こうやないか。断ると言ったら。そん時はお前を切って俺がおもろいこと独り占め。殺されに行くようなもんなんだぜ。せやからおもろい言うとるやないか。それにもっとおもろいのは、これがうまくいけば例の坂本龍馬に一泡吹かせてやれるっちゅうことや。ああ、わしらの敵は同じ。同じ目的を持っとる限り低下したる。一番隊の隊長ただで使えるっちゅうことやで。わかった。だが出発は夜明けだ。目立たねえようにする必要がある。なるほど。ほな、今夜が今日の最後の夜になるかもしれんっちゅうわけやな。お互い夜明けまでお楽しみっちゅうわけや。江戸城の将軍の寝床に押し込むんだ。人生最後の夜遊びかもしれねえ。上等や。新選組で貯め込んだ金一晩で使ったるで。せやけどお前は寺田屋に別れの挨拶する女がおるんとちゃうか。あそこの女将豊島の割にえらい色気があるさかいな。いや、そっちじゃねえ。え？なんでもねえよ。そしたら夜明け、わしも寺田屋に行く。それまではじめちゃんもせいぜい楽しんどけや。
は質問だぜ。シュッシュッだな。Yeah!
Fear! 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 F
だな。
Shoot!